ご視聴ありがとうございます。今回は東京都中央区の浄土真宗本願寺派築地本願寺を紹介します。はじめに、浄土真宗本願寺派とは、浄土真宗の各宗派の中でも信徒数は約796万人と最多であり、仏教系全体でも最多、日本の宗教法人全体でも神社本庁に次ぐ信徒を誇ります。浄土真宗は大乗仏教の一つで、鎌倉時代初期の僧である親鸞がその師である法然によって明らかにされた浄土往生を説く真実の教えを継承し展開させ、古くは一向宗と呼ばれていました。築地本願寺は京都の西本願寺の直轄寺院で、本尊は聖徳太子の手彫りの阿弥陀如来立像です。西本願寺は幕末の京都を守る新選組の本拠地としても有名です。築地本願寺はもともと1617年に浅草近くに創建されましたが、1657年の明暦の大火と呼ばれる大火事で焼失してしまいます。その後、再建のため江戸幕府から与えられた土地が現在の場所ですが、当時は海上でした。そこで海を埋め立てて土地を築き、本堂を建立したことが築地という名称の由来になっています。また1923年には関東大震災に伴う火災により再度本堂を焼失しましたが、1934年に再建し、現在の本堂の姿となりました。宗祖である親鸞聖人は今から約800年前の平安末期に京都に生まれ、鎌倉時代を生きた鎌倉仏教の代表的な存在として御往生されるまで90年の人生を歩みました。9歳で出家をされ、その後比叡山にて僧侶としての修行をします。29歳で比叡山を下山、お念仏の教えを説く法然聖人の門弟となります。その後、後鳥羽上皇による上限の法難によって越後へ流罪となり、流罪が解けた後も関東に残り、各地でお念仏の教えを説き広めます。60歳を超え京都へ戻り、多くの著書を残し90歳で永眠されました。親鸞聖人は浄土真宗の宗祖ですが、生涯法然聖人の弟子という立場を取り、自身で宗派を立ててはいません。浄土真宗の礎は、ひ孫となる覚如聖人が親鸞聖人の廟堂を中心に本願寺を建てることを起源としています。親鸞聖人から時代を経て浄土真宗という宗派が出来上がっていきました。本堂には仏教寺院には珍しいステンドグラスやパイプオルガンがあります。パイプオルガンは1970年に仏教音楽の普及を願って寄進されたドイツ製で、築地本願寺オリジナルの設計とデザインになっています。左右に配置されたパイプは6つの山を描いていて、南無阿弥陀仏の文字を表し、並んだパイプの数は左右48本ずつと、浄土真宗の聖典にある48願を表し、毎月最終金曜日、パイプオルガンのランチタイムコンサートが開かれ、入場は無料で誰でも自由に聴くことができます。仏教賛歌をはじめ、バロック時代の曲や時に和田楽器との共演などもあり、幅広く構成されています。築地本願寺の参拝方法は、ご本尊に一礼して1回だけ香をつまんで香炉に入れ、合掌南無阿弥陀仏と称えて礼拝、一礼して退出、お香はつまんだ後額に寄せないで香炉に入れる習わしになっています。築地本願寺に御朱印やお守りはありません。御朱印は個人に対する供養の受け取り印が期限のため、垂前供養を行わない浄土真宗には御朱印はないのですが、本堂の中には参拝記念カードというものが用意されていて、誰でも無料で持ち帰れます。また記念スタンプも用意されています。階段室の壁や階段の手すりには、築地本願寺を設計した伊藤忠太氏の大好きな動物たちがいます。鳥、猿、象はインド仏教の三畜表記の説話に登場する獣で、全体を見渡せる一番高いところには鳥が、それより低いところは猿が、一番低いところは象が世界を見るとされていて、その説話ではサーリプッタとモッカラーナを差し置いて上位の席に座ろうとした僧に、ブッダがこんな話をしたことが元になっています。昔、鳥と猿と象がお互いに誰が一番年長かと議論して、一本の木をいつ頃から知っているかによって判断しようということになります。そして鳥が木の苗が植えられる前の様子を知っていたことが分かり、最年長だと認められます。鳥はブッダ、猿はサーリプッタ、象はモッカラーナの前世であったことをブッダが教え、ブッダは僧たちに年長者を敬うよう諭しました。築地本願寺は開かれたお寺を目指しています。
門信徒だけではなく、より多くの方々に親しまれ心安らぐ時間を過ごしてもらうことを目的としています。前身となる元和3年西暦1617年、京都西本願寺の別院として浅草に建立され、明暦の大火により焼失してしまった江戸浅草御堂の創建から約400年を迎える築地本願寺は、お寺本来の役割に立ち返りながらコミュニティの中心として、さらに地域社会への貢献を図るとともに、誰もが心豊かに過ごしてもらえることを目的に、より多くの方の人生や暮らしに寄り添えるお寺です。築地本願寺のデザインをしたのが明治期の天才建築家伊藤忠太で、京都の平安神宮、奈良の橿原神宮、東京の明治神宮や湯島聖堂に、靖国神社の神門、有春館、新潟の弥彦神社など、数え上げたらキリがないほどの日本建築の大家です。伊藤忠太と聞いて伊藤忠商事を連想したあなた、大外れでした。私ディープジャパンも関連性を探しましたが、京都の伊藤忠商事と山形県米沢市出身の伊藤忠太氏は何のつながりもありませんでした。